皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も eFootball 2022情報を紹介していきます。はい、ということで、昨日の動画で、新しくブレイクアウトスターズボリューム2として、ガビ選手だったりバラークが、来るんじゃないか、データが入っているという話をしたんですけど、結局誰も来ずということで、新規のね、選手は特に登場することもなく、今までいたイブラ、メニャン、そしてカンドレーバー、セリアに所属しているただ3名が削除されたガチャが登場したというような内容になりました。はい、迷惑な動画、紛らわしい動画を出してしまい申し訳ありませんでした。はい、ちなみに、画像のね、一番最初の画面ですけど、イブラがいたところがアラバにね変わったというだけのね、感じですね。期間は26日間ぐらいあるっぽいです。8月末までありますね。はい、そして一つ注目したいのがですね、元々の画像なんですけど、17人中ホーランドを自分は取りまして、ホーランドがね薄い色で表記されてるんですけど、こちらが新しい獲得可能リストなんですけど、ホーランドを獲得してるにもかかわらずグレー表記じゃなく元通りになってるので、これは再獲得ができるんじゃないかなという感じです。まあただ指名契約権今後のものにも使えるんで残しておく方が多分いいと思うんですけど、例えば育成ミスっちゃったとか別バージョンのちょっとこんな感じの作りたいとかそういう方がいるのであれば、まあ改めて同じ選手を獲得して、まあ、使い分けたりとか、そのようなやり方もありますし、もちろん、星5だけじゃなくて星4とか、古橋選手ももう一回獲得することできると思うんで、その辺もしっかりとやってみてください。こちらのチャンネル eFootball 情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。